お餅。あ、待ってください。足がしびれた。わあ、すごい調子乗って正座とかしてみたから足が目だけ出してるも可愛い。曽我部由美さんもよくやってた。あ、でもちょっと今日目が腫れてるぐらい。あー、待ってください。すごいすごい足がしびれてる。そう、お餅は何につける？お餅は、あー足が、お餅は、あ、すごい今めっちゃあのすごく血が流れてます足に。おー、あー、すごい久々ですこんなしびれは。あー、親指ギュッてして、え、待ってください、わ、え、親指動かせないぐらい足が、たー、お餅は砂糖醤油、焼くときは砂糖醤油で、あ、ちょっと、ちょっと、足多分大丈夫でした大丈夫、南川軍団はしびれに耐えれるから大丈夫。え、すごい、さすがだ。お餅は砂糖醤油で、あのレンジでチンするときはあのきな粉をかけたり、あの あずきでした、あれな、あずき、あの、あ、うん、あずき、何でしたっけ、美容院に行って髪の毛サラサラにしてもらったら可愛い&何でした、美人度がマックスとき325万に上がりそうちょっとね、確かにボッサボサね、ちょっと私ほんと1000円カット、あんこだ、あんこでした、あ、そうだそうだ、あんこだ、あんこだ、そう、1000円カットみたいなところでずっと切ってもらってて、そうだからちょっとアイドルになったんだから、ちょっとなんかちょっとおしゃれなとこ行ってみたいなって思ってるんですけど、結局まだ行ってないですあー、待って、足が、ごめんなさい、すごい、そう1000円カット、そうなんかでも1000円カットの方もすごい親切で、私がここの触覚を作りたいですって言ったら、あ、そうだよねって言ってくださって、あの、そうやってくださるんです。そう、美容院デビューしてみたいんですよね。そう、同級生の子とかもなんか、そう、ちょっとなんか、なんかおしゃれなところ、なんか英語の名前みたいな、いいところに行ってて、私はなんか、いや、別に本当に1000円カットでも本当に可愛くなる、可愛くなるとか言って、そう、優しいし、いあの、私がしたい髪型をしてくださるから嬉しいんですけどね。その前はママが切っててくれたんですよ。ママ髪の毛切るの上手で、あ、全然美容師さんじゃないんですけど、俺のとこ1000から1200円に変わった。あ、え、ありますよね、なんか最近1000カットが1000カットじゃないみたいな。英語の店名に憧れとしろあのそう、ちょっとかっこいいじゃないですか、なんかすごい、なんかなんて、アポみたいな、アポなんてないかもしれないんですけど、ママカット、ママカットだったんです。ボブにした時もママカットが切ってくれました。ルアー氏の前髪自分で切ってるみたいで、そうですよね、あの公演の合間とかにこう切ってらっしゃって、もうめちゃくちゃ綺麗なんです、本当にすごくて、私自分で切ったらもうなんかすごくこんなこなっちゃう、そうすごいですよね本当に。今度切ってあげるよって言ってくださいました。今から美容師免許取るんで無料で切ってもいいですか。いいんですか、むしろ切ってくださるんですか、私のママカットも線取られたりしてママカット、ちょっと私の前髪を切ってください。後ろの髪もちょっと綺麗にしたいんですけど、あ、ちょっと本間ひなたさんの卒業公演の前に切ってもらってるとこ動画撮ってそう、あの、何でした、そう、卒業公演の前にあの前髪だけ切ってもらって、来てもらってきたんですよ。
でそれでお眉になるのが怖すぎて、そうちょっとあのさすがにもう卒業公演でお眉は、私お眉多分ちょっとあんま似合わないんですけど、そうお眉はならないぞってなって、ちょっとだけ切ってもらったらもうなんか目にかかってきました。私前髪巻くのがちょっと苦手で、自分で巻くとこう、でも一回じゃないですね、何回かお眉、最近お眉にしたのが私のダンスの友達というか後輩というかちっちゃい子がお眉、前髪ちょっと伸ばしてたんですよ。でそれでゆあちゃんも一緒に前髪切ろうって言われて、その子がお眉にして、で私もなんかお揃いみたいなノリになって、私もお眉にしたっていう。そうめちゃくちゃ面白い。夜な夜な、あ昨日明日ダンスあるなってなって、あちょっと可愛い後輩のために一緒にお揃いにするかって思ってバシッて切って、ショートカットはしたことある。ショートカットはないですね、生まれた時ぐらい。おかっぱは多分ありますけどね、多分そう。ヘアドネーションをしたことが一回だけあって、そう知ってますか、ヘアドネーションって。なんか髪の毛でカツラを作るみたいな、そうそう、ちょっとそれをやったことが一回だけあって、そう今もやりたいなって思ってて、まあ伸ばしてるんですけど、まあ普通に私がのの長いのが好きで伸ばしてるんですけど、そうそれでそのヘアドネーションなんか30センチ、ここから切っていいところから30センチ、あた50センチ、ロングのカツラが50センチで私は30センチで寄付しました。そうそれで結構長かったんです、その過去最高の長さってどれくらい、多分そのヘアドネーション、かりちゃんとひなちゃんがヘアドネーションしたことある。はあすごい、嬉しい、一緒だ、すごい綺麗な髪だからすごい嬉しいですよね、もらう方も。オーディションの時に結構なんか短かったよ、確かにそうかもしれない、もう私応募した時多分ボブぐらいだったかも。そうこれそうですね、こっから30センチだからだいぶ植えるのでください。植える。そう日野先輩超ロングでしたよね、すごい。その時も可愛かったですけど、今のあのボブ短めのも本当にお綺麗で、ゆうたの黒髪いいよね。でも私染めてみたいんですよ、ちょっとでいいから染めてみたくて。あそうだ、ちょっと私そうなんか一回だけでいいんですよ、まあ、だから結構黒髪もお気に入りなので、まあ、黒髪でもいいんですけど、金髪ですかね。いやなんか、いやでも金髪もやってみたいし、そうだからもう本当にまだ中学生だから絶対ダメなんですけど、もう高校卒業するぐらいまであと何年ですか、もう本当にあと4年とかですかね。9000人、あーすごい水色ピンクでこことここ、すごい。あインナーやってみたい、そうここでやってみたい、高速そうですね、普通に高速紫、すごい、でもおしゃれ、なんかがっつり紫じゃなくてちょっと紫とかだったらいいかもしれないですね。ちょっと何色にしようかな、ウィッグをするしか。ちょっとなんか、でも金髪なんか私ちょっとおしゃれな、何でしたっけ、グレージュみたいな、グレージュっていうもうやってみたくて、あの皆さんグレージュって分かりますか、ピンク、でもピンクでもやってみたい、ピンクも可愛いですよ。いやでも似合うから、あるある、そうグレージュっていうそのなんかなんて言うんですか、金髪にちょっとグレーを入れたベージュみたいな、ちょっとまあおしゃれな、なんて言うんですか、カフェラテみたいな色っていうんですかね、
そういう色があって、あれそれ私が推し彩の色すごいことになっちゃう。そう、それをな結構2年前ぐらいからずっとその色やりたみたくて。そうです、傷んじゃうのがねちょっと。そう、名前からしておしゃれ。そうですよね、そうカフェラテみたいな、グレージュみたいなねちょっとおしゃれな、オシャンティーな色なんですけど、そうだからそれやってみたいのと、逆に黒く見える深い濃い緑とか、濃い緑、ちょっとおしゃれですねそれ。濃い緑、なんか画面で見るとなんかすごい漆黒みたいな感じですね。すごいなんか鏡髪が綺麗に見える、すごい。だからちょっと髪の毛染めて栗色的な、あ栗色いいですね、抹茶ラテめっちゃ緑すごい、いやいいですね、かわいい抹茶ラテ。ブリーチする、ブリーチは痛いんですかねブリーチって。オレンジ青アルビサッカーボールからってところどころってことですか。ここいつもおろしだけど耳出しはしない。あ、私耳ちっちゃいんですよね。そう、パパの耳がちっちゃくて多分それで耳がそうブリーチ、そうブリーチ、ブリーチしたことある方います、いらっしゃいますか。痛いんですかね。ユタのほっぺって赤ちゃんみたいな。ママの、あ一回だけしたことある、あすごい、痛いですか。ブリーチって痛いんですかね。あ痛いんですか。あちょっと待ってください。皮膚がヒリヒリするし髪の毛が痛む。そうなんですね。じゃあもうなんか韓国アイドルとかもなんかすごい、なんかすごい髪色変えてますけど、すごいすごい強い髪ってことなんです。すごいなんかすごい頭へこんでるみたいな。すごい、ブリーチ一回はしてみたいんですよね、痛まない程度に。体激硬いのでないマジにめっちゃ頭皮痛め、あすごい結構ガチなアドバイスが。あそうなんですね。じゃあなんかありますよね、黒髪から。あ待ってください、1万ユータハゲルソンってママはずっと黒髪だったんですけど、最近なんか茶色みたいな色をしてます最近は。そう、今までずっと黒髪で生きてきた。パピーは今めっちゃ黒髪で、ママ最近グレてるの、グレてないですよママ。すごい、なんか盛り上がり指数1万突破して、ありがとうございます。初めてです、ありがとうございます、嬉しい。すごい、ちょっと嬉しい。パピーは昔若白髪が多かったんですけど、昔若白髪が多かったんですけど、パパ今なんか若返って黒髪、めっちゃ黒髪なんです。びっくりした。昔の方が白髪があったんですパパ。だからすごい、嬉しい、ありがとうございます。ママさんいろんなピンクとかやってもらえますか。ピンク水色にしてもらえますか。これあお腹鳴っちゃった、お腹すいた。あそうだ、キャッチフレーズ、そうだキャッチフレーズしたい。いいですか、キャッチフレーズ、キャッチフレーズしたら男女読みしようかな。はい、いきますよはい、いきます。私は誰、You are 待ってください、めちゃくちゃお腹が鳴っちゃった、聞こえちゃったから You are Yes, I'm your、 ありがとうございます。
ユニコーンに乗って新潟から世界で羽ばたき、新潟から、ユニコーンに乗って新潟から世界に羽ばたきます。新潟県出身14歳の高島優太こと高島優愛です。よろしくお願いします。優太が一番可愛いよ。高島が一番可愛いよ。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。高島って最近モニありがとうございます。噛んじゃった。そうありがとうございます。嬉しい。高島、そう、昨日なんか動画を見てたら、たかし、役の名前でたかしって言ってる方がいらっしゃって、なんかびっくりしましたね。画面でたかしって言われたからな、えってなってI love you と。嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ男女見してもいいですか。あ、お腹がすっごい鳴ってる。お腹がめっちゃ鳴ってる。いただきますじゃない、いきます。はい、いきますよ。13位、アベベポキさん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位、リカさん、ありがとうございます。11位、ミーさん、ありがとうございます。10位、ピーメガネさん、ありがとうございます。9位、おじゃさん、ありがとうございます。8位、マーチさん、ありがとうございます。7位、埼玉のおじいちゃんさん、ありがとうございます。6位、ともじいシャリジョーチュン言えた。6位、ともじいシャリジョーチュンさん、ありがとうございます。5位、ジンさん、あと僕今日誕生日、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しいおめでとうございます。4位、哲夫さん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位、トマオさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位、あ、待ってください、待って、仕切り直し。3位、ドゥルル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 じゃん、トマオさん、ありがとうございます。2位、ドゥルル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 じゃん、ヨシさん、ありがとうございます。そしてドゥルルルルルドゥルルルドゥルルル、1位、ハッピーサッピーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、ちゃんとあのドラ、何でしたっけ、ドラムロールみたいな、そう、おめでとうございました。あ、そう、今日お二人いらっしゃるんですよ、誕生日が。すごいですね。おめでとうございます。ありがとうございました。あ、そう、私もちょっとでフォロワー様が1300人様いらっしゃるので、ぜひフォローしてくれたら、あの、嬉しいです。ありがとうございます。100キラをどうぞ。え、ありがとうございます。視聴者も4000人近く来て、アイドル枠でも3番目に表示。え、そうなんですか。え、私見たいけどこれ見れないですよね、私。ありがとう、嬉しいです。ありがとうございます。1100、1万1000ポーズお願いします。どうぞどうしたらいいんですか。あ、こうか、どう、ちょっと待ってください。ゼロが1個足りない。あ、足りない。あ、ここいい、いいじゃないですか。1万1000、ありがとうございます。
手が逆、あれこっち、ありがとうございます、ありがとうございます、今日も見てくださって嬉しいです、ありがとうございます、フォローしてくださったら嬉しいです、あ顔がってそのスクショ撮るのに顔が、ありがとうございます、ファントム、ありがとうございました、チャンネル登録グッド、チャンネル登録グッドボタン、ありがとうございます、ありがとうございました、バイバイ、二度寝してくださいね、ありがとうございました、バイバイ。